選手やったのは一人でもその人たちがガンガン攻めたらいいんだけど受けないときとかもあるやんな、自分より相手の方が上手やとかなかなか受けないときに隣の人と絡んで攻めていくっていう方法で後方のリズムについてるときにこの人が例えばパスしてで前を出ていってくれたらそう、あそこにパスしたり釣り金やられてって言われたりとかでこっちまで来てもいいよねって話したなパスだって後ろ、行くから、はい、渡さないでいいよ。